浜田忍は福岡県で活動するフリーアナウンサー。KBC メディア所属。元、KBC 九州朝日放送アナウンサー。かつては旧時代の浜田忍表記で活動していたが、現在は新時代の表記で活動する。早稲田大学卒業後、1998年にアナウンサーとして KBC に入社。在職中は主に、 テレビラジオの情報系番組で活躍。先輩や後輩が退社し、福岡を離れる中、結婚したこともあって、県外出身ながらも KBC に残る道を選んだ。後に妊娠が分かり、子育てに専念するため2007年3月いっぱいで、KBC を退社した。出産、子育てが一息ついたこともあり、KBC の子会社である、KBC メディアと契約し、 2009年4月に古巣 KBC の放送に復帰している。基本的には KBC のテレビラジオしか出演していないがフリーアナウンサーとして司会やナレーションの仕事もしている。朝です。九州山口の放送内容で第3回アンアナウンサー賞原稿のないもの部門で優秀賞受賞。KBC メディアは 古くから結婚等で退社した元 KBC 社員の受け皿を担っており、浜田の場合もこのケースに該当すると見られるが、同社では、ラジオカー、ひまわり号キャスタードライバー以外の所属者については一切明らかにしていない。ありがとうございます。